今世界は急激に変化をしています。昨年は疫病が世界中に入られることによって、私たちは行動を制限され、世界が封鎖され、経済は大きな打撃を受けました。しかしそんな中にあっても、大きく業績を伸ばした業界があります。それは何だと思いますか？そうです、インターネットのビジネスです。私自身もこのコロナの時代にピンチをチャンスに変えた一人なんです。 100% ビジネスライバーとして仕事をすることによって、お家にいながらにして世界中にお客様が増えました。あなたもこの時代に変化をしていきませんか？ビジネスライバーとしてスタートしませんか？ゴールドコースト在住のライブスピーキングマスタートレーナーの真っ赤井清美さんです。では清美さん、この時間お願いします。どうぞ。はい、皆様こんばんは。そして池田先生、ご紹介ありがとうございます。オーストラリアゴールドコースト、今背景に出ておりますけども、こちらからね、皆さんにお話をさせていただきます。ライブスピーキングマスタートレーナーというねタイトルは、実は池田先生につけていただきました。真っ赤井清美です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。しばらく日本の方に不駐留をしているんですけど、降りた時から、
ました。皆さんおはようございます。今日のライブ配信ビジネスナウは、私の尊敬するメンターの池田秀樹先生のお住まいのタイのプーケット島にやってまいりました。はい、待って待って待って、はい、ぐるぐる来てますよ。ぐるぐるの共演、はい、ありがとうございます。何でしょう、あ、何ですか、あら、やだ、何、あら、ちょっと、はい、アクションアクション、いやー